ただそのインコースがちょっとでも甘くなると、そうですね、あんまり決まってはないんですよ、はい、そうですね、はい、ちょっと甘くなったり外目ぐらいまで行ってしまってますから、はい、まあ、ツーシームとの組み合わせだとは思うんですけど、はい、砂浜はインコースよりセンターへ抜けていった、中村ホームを踏んで2対2同点、まあ、そういう思惑の中のボールなんでしょうけども、そうですね、やっぱり甘くなってますよね、はい、内山、これがあると怖いんですね、そうですね、困るんですね、いや、これでまあベンチに戻って中村も少しはこれ休めますもんね、そうですね、はい、さあこのボールです、あミットがね1個分ぐらい動いてますからね、はい、いやでもここ2アウトになった後のこのタイムリーっていうのは大きいんじゃないですかね、